ットです。はい、皆さんこんにちは。東京ベイギャングズ船長です。高橋です。今日はですね沖ですよ。やってまいりましたね。はい、今日はですね東京湾の、真ん中ら辺に位置するあたりですかね。はい、今見えてるところがですね第二海保というところなんですが、まあ、ここら辺で今日はね青物でもやってみようかなと。なんかもう秋の気配があって、そうそうそう、だいぶ釣れてるなんていう情報が耳に入ってまして、うん、まあ調査みたいな感じですかね。そうだね、鳥山とかがね多分立つのでそこら辺狙ってキャストしてね。はい、まあ、稲田とかその辺が釣れたらいいなと、うん、まあ、サワラも釣れたらいいんだけど、まあ、その辺りをちょっと狙いつつの、なるほど、感じで、はい、今日は東京ベイギャングズ号で、来ております。最近はの小さい魚がメインでやってましたので、はい、今日は大型のものをね、しっかり釣れれば。実はね、ルアーフィッシングが得意なんだぞって人そう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 、お見せできたらいいかと思ってます。そうそうそう、実はね、ルアーフィッシング我々結構できるので、その辺はね、ちょっと解説していければなと、釣れればな、はい、と思っておりますので、はい、頑張っていきましょうね。東京ベイ、イエーイ、青物ゲットだぜ。はい、じゃあ今日ね使う、ルアーを、ざっと紹介していきたいと思います。はい、最近東京湾で流行ってるね青物を釣るときによく使うのがこれなんですね。じゃじゃん、メタルマジック。メタルマジック、これが非常に釣れると、もう餌と言われてますよ僕もこれでものすごくシーバスもサワラも数々の魚仕留めてきました。ねえ、今日はちょっとこれ働いていただきましょう。はい。しかもこれタングステンモデルですかね。そうそう、タングステンモデルの40グラム、うん。これがよく飛ぶんですよね。すごいよ、弾丸のように飛んでくる。やっぱ高比重でかつコンパクトで空気抵抗がないという。でこの太軸がね、これがまだ活かすわけですよ。でかい魚にはこれですよね。そう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 、まずは、この辺もタングステンの比重のね重たいやつ。やっぱりブレードチューンが効果的ですかね。うん、これ流行ってるね。ほんとよく釣れるし、セールにブレードをつけて、うん、まあ、メタルジグもよく飛びますんで、この辺もタングステンのジグだったりするんですけど、うん、歴戦の猛者がいますよね。そうそうそう、これはね去年からずっとほかっぱりでもね使ってるやつで、塗装ハゲハゲなんですよ。でも結構釣れるっていう、素晴らしい、お守りのように感じですね来た、結構頑張ってんね。これは青物っぽいぞ。ちょっと細糸で来ちゃったんで丁寧にやります。 OKOKOK、 ゆっくりゆっくり、焦らずテンションだけ置きっぱなしにするのがバイトの。いいね、いい感じよ。これはシーバスではないな。シーバスではない感じですね。稲田か。お、青物来たよ、青物。ね。じゃあそっち側に頭くれますね。
ゲットでございます。なかなか釣れました。まあ青いものの引きだったね今ね。そうですね、船長も待望の待望の一本でございます。これもなんか青物みたいな引きですね。引き的にはなんかそんな。慌てないでいこう丁寧に行きましょう。そろそろ上がってくるか。お、稲田ですね。おお、引く引く。まあでも今季初イナダっていうことでやりました、はい、素晴らしいです。風イナダゲット、えいえい、東京ベイギャングス、ベイギャングスピンボケ合いました。ピンと合わせてもう来ました、またしても来ました。大当たりじゃないですか。大当たりですね。今日は当たり日かもしれません。やったね。感じで価格がなってます。これあのファイトしてる横がもう大鳥山なんですよすごいよねさあ、入った、よし、小型のミノを使ってみましたが、浮いてるわもう完全に。もう関係なく釣れまくってます。やりました。やったね。まだまだ釣ります。最高だぜ。今回ね、情報として、取り上げたのがですね、これなんですね、実はね、じゃん。ですね、東京湾のですね、溶存酸素というね、海水に含まれている、酸素の量を、色分けされているね、サイトがありますので、これをね、ちょっと参考にしてるんですね、今回はね。で、まあ、見るとですね、ワンオクはもう青くてですね、酸素がとても少ない状態だと。で、軟化して、富津の方に行くとですね、緑になっているので、そっちの方がね、酸素の量がとても多いと。それでね、今日はねこれを、参考にして第2海堡の方に来てみました。
え、これで釣りやるときにね、案外参考になるかなと思ってるので、おかっぽりでね、釣りをやるときとかも、自分がやる海域のね、酸素の量がどんな感じなのかっていうのをこのサイトでね、チェックしながらやるといいのかなと、思ってますので、このね、サイトはね、概要欄の方に、URL を貼っておきますので、興味のある方はね、ぜひぜひ見てみてください。船長ヒットです。一発だね。一発でしたね。もうほとんど巻かないうちにめちゃめちゃ竿曲がってます1分でした。引いております。引いてます。これはただ青物だね。いやー、よく引きますね。来ました。来たー。イエイ。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、この動画を見てね、面白いと思った方はですね、高評価とチャンネル登録をぜひぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。お相手は、東京ベイギャングズ船長と高橋でした。ありがとうございました。また。